道内ではきょう男性3人の死亡と札幌で368人函館市で134人など合わせて1001人の感染が確認されています感染者は先週の日曜日に比べ283人少なくなるなど12日連続で前の週の同じ曜日を下回り減少傾向が続いています新たなクラスターはきょう道内で高齢者施設1軒のみとなっています 病床使用率は北海道全体で30%を下回っています。